聖天の霹靂は劇団一人による小説である。2010年8月25日に厳冬者から刊行された。劇団一人が書き下ろした小説としては、デビュー作の影ひなたに作に次いで本作が二作目である。劇団一人は荒木町にあるガラガラ状態のマジックバーで、ペーパーローズというマジックを見て感動した時にこの作品を思いつき、最初から、 いずれ映画にしたいという思いを持って小説を書き始めた。約1年で書き上げて、伝統者に持ち込み、書籍化が決定した。劇団一人自身の監督、大泉洋の主演により、同盟で映画化もされた。映画化の話には東宝が名乗り出てくれたため、実現したという。35歳の春男は、学歴もなければ、金もない、恋人もいない、平凡な男。 母親は物心がつく前に蒸発と父に聞かされ、母親を恨みながら不死家庭で育つ。一流のマジシャンを目指すも、気づけばバスへのマジックバーで17年間働いている売れないマジシャンである。そんなある日、春はテレビ番組のオーディションを受けることになり、彼にとってチャンスが到来する。オーディションでの手応えを感じた春は足取り軽く家路につき、 合否の連絡を待ちながら花々しく活躍する自分の姿を想像し、将来への希望を抱く。そんな折、電話が鳴るが、それは彼が思い抱いていたものではなく、父親が亡くなったという警察からの一方であった。父親の死に呆然とする中、青く晴れた空から雷が落ち、それを機に彼の運命は大きく転換する。意識を取り戻した春尾は昭和十八年の、 浅草にタイムスリップしていた。そこで彼は若き父と母に出会い、自らの出生の秘密を知ることとなる。上記の小説を原作に制作され、2014年5月24日に公開された。監督は本作品が監督デビューである原作者の劇団一人自身が務める。脚本は橋部敦子で劇団一人が共同脚本としても参加している。 主演は大泉洋、ヒロインは柴崎光。劇団一人自身も出演している。制作にあたって劇団一人が抱いていた、当作へのイメージは、チャップリンのようなコメディアン出身の俳優による悲劇と、喜劇が同居する90分程度の人情もの。轟き春尾役の大泉洋は、東方プロデューサー、河村元気の推薦により決定した。プロマジシャン、 マヤ一世の指導により、クランクインの4ヶ月前から練習を開始したマジックシーンはノースタントである。花村悦子役も芸人の嫁は気が強いしっかり者が多い、との劇団一人のイメージを受けた河村の推薦で柴崎港に決定した。とどろき翔太郎役は当初より劇団一人自ら演じるつもりだった。昭和48年の浅草の撮影は、 長野県上田市にて、ロケーション撮影が行われた。ロケ地として、上田演劇、本町、旧上田市山陰、上田城石公園などが使用された。スタッフと多数全国300スクリーンで公開され、5月24日25日の初日2日間で、公衆1億7、985万3、900円、動員13万898人を記録し、 映画観客動員ランキングで第2位に初登場した。さらに、ピア調査による公開発集映画の満足度調査では1位を獲得した。客層は20歳代から50歳代を中心に、10代や60代以上にも支持され、男女比も49対51と、ほぼ半々だった。2015年9月20日には、第8回した街コメディ映画祭委員会等で上映され、 劇団一人が浅草公会堂でのトークショーに出席した。2014年12月26日より、オートバンクのフィービーにてオーディオブック化された。ありがとうございます。